5番のデイエットをストレートで連続三振。イリキはこのピンチを切り抜け、その後も見違えるように落ち着いたピッチングを見せ、日本ハムに得点を許しません。一方、日本ハムの先発はベテラン柴田。4回ノーアウト1塁で3番トレーバー。詰まりながらも力で持っていって3塁1塁とチャンスを広げます。ブライアント三振の後、5番金村。シュートに詰まりながらもセカンドの頭を越えます。昨日に続く金村の先制タイムリーヒット。この3連戦はいずれも近鉄が先制しました。イリキは緩い変化球をうまく使うピッチング。日本ハム打線を3安打に抑え、プロ入り初勝利を完封で飾りました。